今までと違って今度は自分の身も心配せねばならんからな。生贄金そんなものはどうでもよいのだよ。ただ私はそれなりのもてなしをしたいのだ。豪華の中逃げ惑う人間たちの悲鳴、馬に踏みしだかれて砕ける骨の音、そういった宴の席を用意したいだけなのだよ。お待ちください。町の者には手を出さぬという約束は。知らんな。そんなどうでもよいのだ。どうでもな。